河合孝則君。国民民主党新緑風会の河合孝則です。前回に引き続きまして、名古屋出入局在留管理局におけるスリランカ人女性の死亡事案につきまして、入管庁に質問させていただきたいと思います。前回の質問させていただいた折に、司法解剖をしていらっしゃるということをお伺いしました。その後いろいろと自分自身でも検証してみまして、これは質問の仕方を変えなければいけないのだなということに気がつきました。改めて質問させていただきますが、この死因について検視された時の死亡診断書、死体検案書がおそらく出ていると思いますが、この死体検案書のいわゆる診断名は何だったのかをまず教えていただきたいと思います。出入国管理庁、松本次長。お答えいたします。救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては、不詳の死という文字が丸印で囲まれておりまして、さらに解剖の欄に司法解剖の結果が未判明である旨の記載がされております。現在この事案につきましては、委員ご指摘のとおり、刑事手続きとして亡くなられた方の死因を解明する手続きが行われているものと承知しております。一般論といたしましては、その手続きにおきました病理的な検査内容等も踏まえる必要があると認識しております。以上でございます。河合孝則君。はい、ありがとうございます。では続いて確認させていただきたいことがあるんですが、診療の履歴についても、情報開示をというか、その経過についてがあるということが、今のご説明でも分かりましたので、それでは、体調不良を起こされてから、死亡に至るまでの間の診療日、それからどういったところで診療されているのいたのかということについて、履歴が分かれば教えていただきたいと思います。松本次長。お答えいたします。体調不良を訴えるようになりました1月下旬頃、この体調不良と申しますのは、食事が十分に取れない、あるいは取っても吐き戻しをする、このような主張でございましたが、その1月下旬頃以降の診療状況といたしまして、これまでの調査により、診療記録、あるいは聞き取り等に基づき、把握しております診療日および診療科目等を申し上げます。まず本年1月28日、腸内の非常勤であります内科、呼吸器内科、アレルギー科担当の医師が診療しております。さらに2月4日、この医師が診療いたしまして、その判断に基づきまして、2月5日、外部の総合病院の消化器内科の受診をいたしております。この際、胃カメラ検査の実施もしております。さらに2月16日、頭、首、全身のしびれを訴えたことから、腸内の整形外科担当の医師の受診をしております。さらに2月18日、2月22日、腸内の内科等担当の医師が診療いたしまして、その判断に基づき、と言いますのは、症状が精神面に由来する可能性も疑われるということから、外部の総合病院に診ていただくことになりまして、その結果、3月4日、外部の総合病院の精神科を受診いたしまして、頭部 CT 検査の実施を行っております。なお、亡くなられた後でございますが、本来であれば3月18日に、この外部の精神科の病院に再診予定でございました。以上でございます。河合孝則君。はい、確認させていただきたいんですが、今、説明を受けただけでも、体調不良を起こされてから6回、おおむね1ヶ月の間に6回、何らかの形で診療を受けていらっしゃるという報告だったわけでありますが、なぜ ここまで、こうした情報について、説明の機会が何度もあったと思いますが、これを説明されなかったのかということについて、確認させてください。松本次長。お答え申し上げます。
この法務委員会におきましても、当初ご質問をいただきまして、現在調査中という形でお答えを申し上げたところでございます。本来当時本庁の調査チームが名古屋に赴いて調査をしているところでございまして、かつ今申し上げた診療の概要については、ご質問いただいた時点でも当庁としては把握しておりました。ただ、当時、その直前に、我々受診をしたものと把握を認識をしていたものにつきましては、外部病院の診断を受けたその投薬の指示ということで、中での診療は行われていなかったというような事実が判明しましたりして、しましたことから、より正確なその事実に基づき、特にその医療機関の、あるいはお医者さんの受診状況というのは、確実な形でご答弁申し上げないといけないということで、現在、調査中という形でご説明したところでございます。以上でございます。河合孝則君。はい、もちろん確定するまでの間は調査中であるという説明をされることについて、当然理解はするわけでありますけれども、事実関係について、速やかに情報開示していただくということが、その後の迅速な対応につながるという意味でいくと、あまり適切な対応ではなかったのではないのかということは指摘させていただきたいと思います。その上で質問、次の質問に行きたいと思いますが、この間、1ヶ月少しの間があるわけでありますが、体調不良を生じ、起こされてから、施設内、収容施設内でのいわゆる介護とか、看護とかということを当然やらなければいけないと思うんですが、その体制についてどのようになっていたのかをお教えください。松本次長。お答えいたします。名古屋出入国在留管理局におきましては、常勤が配置されておらず、非常勤医師のみが勤務しておりますところ、その他の医療従事者といたしまして、非常勤の看護師1名に加え、準看護師の資格を有する入国警備官が2名、いずれも月曜日から金曜日まで、9時から7時、午後5時45分までの間、町内の診療室で勤務しております。看護師の業務内容といたしましては、医師の指示に基づく診療医療行為の補助、軽微な受傷の手当、健康指導および健康相談、急病に対する助言、被収容者の症状把握等々、となっておりまして、準看護師につきましても医師および看護師からの指示を受けてこれらの行為の補助を行っているものでございます。以上でございます。河合孝則君。合わせて確認させてください。この間、血液検査ですとか、精密検査、先ほど胃カメラといったこともご説明、CT とかありましたが、血液検査等は行っていらっしゃるのか、確認できてますか。松本次長。お答えいたします。詳細な医療行為の内容につきましては、まさに現在確認しておるところでございます。4月上旬頃に受診状況等も踏まえた中間報告という形で事実を明らかにしたいと思っているところでございます。河合孝則君。この間、先ほどご説明ありましたとおり、非常勤の看護師さん、それから2人の準看護師さんがいらっしゃるということを考えましたが、解除されている中で、調査中ということであれば仕方がないんですけれども、亡くなられた方のいわゆるその日常生活の状況ですとか、食生活ですとか、そういうものについて、何らか状況を把握していらっしゃるでしょうか。松本次長。お答えいたします。1月、体調不良を訴えるようになりました。1月下旬頃から、緩急食が十分に取れない、あるいは食事、食べましても吐き戻すというような状況が、それ以降、継続しておりました。そのような中で、現状、概要を把握しておりますのは、水分としては経口補水液を、ご本人に日々与えまして、それを飲んでおられた、あるいは
環境食として粥を提供したり、あるいは自費でいろいろ甘いもの、糖分につながるもの、例えばピーナッツバターとかパウンドケーキ、クッキー等を購入して飲食をされていたと。ただその量は必ずしも十分ではなかったということで、診療等が続いていたという状況と認識しております。詳細は中間報告で明らかにしたいと思っております。河合貴則君。もうすみません、もう聞き逃してたらもう一度確認させていただきたいんですけれども、外部医療機関を2度受診されていますよね。その折のドクターの診断というのはどのようになってますでしょうか。松本次長。お答えいたします。外部でまず内科系の胃カメラ等を受けたときの診断でございますが、逆流性食道炎の疑いがあるということでございました。で最後精神科、外部の精神科の診断を受けたときは身体化症状、体の身体への化ける身体化症状の疑いがあるという診断でございました。河合貴則君。はい、いくつかちょっと私自身も気になるキーワードが今出てきたんですけど、経口補水液をお使いになっているという話がありましたが、経口補水液はスポーツドリンクよりも2倍から3倍ナトリウムが多いんですよね。あとカリウムがということがありますので、体調がいわゆる高血圧ですとか心臓病の方なんかには摂取制限が確かかかるようなものであると思うんです。時間がないんであまりこれ以上やってる暇ないんですけれども、この経口補水液をその毎日摂取されているというお話でしたけれども、それは医師の指導に従って処方出されていたという理解でよろしいですか。松本次長。お答えいたします。医師から指示を受けて与えていたという状況ではないと認識しております。ただご本人のその飲食の状況につきましては診察される医師の方にもお伝えをしていたという認識でございます。河合貴則君。急激な脱水症状の時なんかに経口補水液は非常にいいということがありますので、いわゆる体調不良、風邪、熱を出したりして、いわゆる下痢症状を出したりした時には、緊急的に補水ということで、経口補水液使うというのはよくありますけれども、一般的に市販されているものではありませんで、薬局に行って購入しなければいけないものであるという意味でいくと、経口補水液を連日、要は、飲用いただくガブ飲みするものではないということを前提にどう対応するのかというのが本来指導線というかにも書かれているはずということでありまして、このあたりのところは今後調査を進められる上で注意して見ていただきたいというふうに思っております。時間がなくなってまいりましたので次の質問に移りたいと思いますが、名古屋入管でこのところ死亡事案が続いているように感じられるんですけれども、各入管施設の長期収容をされている方の人数というのは今一体どういうふうになっているんでしょうか。松本次長。令和2年12月末現在の退去強制令書に基づく収容期間1年を超える非収容者数につきまして、取り急ぎ集計しましたところ、東日本入国管理センターが67人、大村入国管理センターが24人、東京出入国在留管理局が37人、名古屋出入国在留管理局が5人、大阪出入国管理局が4人、このような状況となっております。河合貴則君。時間が参りましたので、これで終わりたいと思いますが、上川大臣、こうしたさまざまな実態があるということを踏まえた上で、ともかくまずは再発防止のために、今はできることをしっかりとやっていただきたいと思いますので、そのことだけ申し上げさせていただきまして、私の質問終わります。ありがとうございました。
山添拓君。